寺田洋次郎は日本のレーシングドライバー。兵庫県神戸市出身。ルマン24時間レースに長年にわたり参戦しており、日本ではミスタールマンの愛称で知られる。現在は松田社専門のチューニングパーツメーカーである株式会社オートエクゼの代表取締役社長。松田オート東京の社員ドライバーとして、 マツダのロータリーエンジンを搭載したシグマ MC74 で1974年のルマン24時間レースでルマン初参戦。1979年には RX-7 で参戦した。その後1981年から2008年まで連続してルマンに挑戦しており、1983年、1988年、1990年、1996年には、 クラス優勝を飾っている。現在まで29回参加しており、現役最多出場。耐久レースに強く、デートナ24時間レース、ルマン24時間レース、スパ・フランコルシャン24時間レースの世界三大24時間レースを初めて完走した日本人ドライバー。2003年には長年ルマン24時間に参戦してきた功績を認められ、 ルマン24時間の主催者であるフランス西部自動車クラブの理事に迎えられたほか2006年には日本人初のスピリット・オブ・ルマンを受賞2007年10月に ACO の日本法人 ACO ジャパン株式会社が設立されるとその初代社長となった国際的なレース活動をしていることから2010年に観光庁の初代スポーツ観光マイスターに任命された 東北の子どもたちの自立支援プログラムサポート、アワーキッズ活動を積極的に支援。2013年より子どもたちを毎年ルマン24時間レースに派遣している。ありがとうございます。